One artist, one genre, one theme. A program that sticks to one and only. From Tuesday to Friday, midnight. We will send you a special music program. M-Logi Music Treasures. 皆さんこんばんは。今夜のミュートレは、劇場版美しい彼エターナルの公開を記念したスペシャルバージョンでお届けするミュー。萩原陸さん、八木雄星さんがスペシャルナビゲーターとして登場してくれるんだトレ。では、ゆせりくのお二人よろしくお願いします。愛されていたいよ、恋が枯れ。ミュートレをお聞きの皆さん、こんばんは、萩原陸と八木雄星です。僕たちがダブル主演するドラマ美しい彼の続編となります劇場版美しい彼エターナルが今日から全国の映画館で公開となりました。よい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 しょー、はいよー、それを記念しまして、今夜はこのミュートレを僕たち2人がジャックいたします。ジャックジャック。もちろん映画についてそして撮影秘話などもたっぷりお話ししていこうと思っております。はい、まずは金曜日のこんな深夜にラジオを聞いてくださってる皆さんに僕たちが何者かということをちょっと自己紹介していきましょう。行きましょう行きましょう。萩原陸と申します。24歳です。24歳。埼玉県出身です。埼玉県出身。そうですね。趣味はスポーツをずっと見てます。スポーツ観戦が趣味です。バスケをずっと見てますね。見てるね。ずっと見てますね。うん、好きな食べ物はトマトです。トマトだっけ？トマトです。トマトはどんなトマトが好きなの？何でも好きかな。基本的に何でもトマトは好きなんですけど。うん、まあちっちゃいトマトかな。プチトマ？プチトマ系。プチトマ系ね。が好きかな。プチトマが好きです。食べるのが一番好きな食べ物です。ということで、いいですか？自己紹介いただいて。俺か。はい。私八木雄星と申します。25歳です。まだそうだね、4月7日が25歳です。5月6日で、今年は26歳になります。リクとはね2個、ん、リクは1個違いか。そうね、1学年違い、ね、リクはリコだってリクはですね、僕と1学年違いで、僕は25歳になります。そしてですね、僕八木雄星はファンタスティックスというエグザイルトライブでね、エグザイルさんのこうなんだろう DNA を受け継ぎながらも今活動させていただいているファンタスティックスフロムエグザイルトライブというグループでボーカルをやらせていただいています。デビューしてからは約5年、5年ですか、5年くらいになると思います。好きな食べ物は牛すじ煮込みです。もうラブ、深夜にちょうどいいかもしれないね。皆さんお酒を飲みながら聞いてる方もいらっしゃると思いますので、どうですか、お酒のおつまみに牛すじ煮込みでもコンビニとかに最近売ってるので。以上、こんな感じの自己紹介でございますでございます。ということで、ここから僕たち、2人きり開きおコンビで番組をお送りするわけですか、はい、ちなみに開きおコンビというのは、うん、この美しい彼の僕がヒラという役をやってまして、はい、ゆせが清井という役をやっていて、その清井、まあ、頭文字をちょっとつなげた開きをコンビなんて、呼んでいただいたりもしています。しています。という開きをコンビでございます。どうですか、なんか意外とこんな風に2人でラジオするみたいなのは本当にそんなにないじゃないですか。ラジオはないね。だそれこそ本当つい最近 ね、最近っていうかこう生放送キンキンでちょっと何回か出るんで、うん、あんまないし、めっちゃ緊張したけどね。あれしかも本当完全に今日は2人だもんね完全に2人だからだからこれ完全な2人はないね。初めて、初めて。結構そわそわ中だよね今。そわそわ中だよ。しかも、ま、つい先日舞台挨拶も初めてねさせていただいて、そわそわが続いてるよね。そうね、そわそわタイムかもしれない、うん、今リクは結構あれラジオとか聞いたりします？ラジオは一人の時だと確かにちょいちょい聞く。もうなんかこう聞きやすいじゃん、もうその、うん、携帯とかスマホとかでもさ、うん、聞けるから。確かになんかこう一人の時とか聞く、夜中とかだととりあえずなんかこう集中して聞くというよりとりあえずなんかこう流しとくみたいなのはちょいちょいあるかもしれない。マジか、俺ほんとなくてさ。おお、
あの個人的にラジオ聞いたこと一回もない。マジ？うん、なんか例えばさチェックするみたいな感じで、あのパーって聞いたりとかは知ったことあるんだけど、プライベートみたいな感じの時間の時にラジオを聞いたことは俺一回もないですって皆さん。はい、ラジオラジオド素人どもが今ジャックしているわけですけど、このラジオをジャックしてしまいました。申し訳ございません。大変だってな感じで、なんかこう、はいはいはい、本当にだから2人で、うん、ド素人2人でやっていくスペシャル番組なんですけど、どうですかこのだから、うん、ミュートレをこうディレクションできるならどんな特集をしたい？ディレクションできるなら我々で、あーでもやっぱその深掘りはしたいよね。その例えば今自己紹介簡単にだけしたけどさ、もっともっと深掘りしたいし、なんか一問一答スタイルのやつやりたい。なるほどね。そう、なんか答える質問でポン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 、なんか50問ぐらい答えてくるみたいな。長い時間喋りっぱなしにできるってなかなか本当にないね。ないからね。うん、確かに。ちょっとやってみたくない？やってみたいね。ね、一問一答スタイル。まあそんなのがど素人にできるのかっていうのはありますね。さあ確かに荷が重い。ちょっと手探りでやっていきたいなと思っております。はい、さてさて、僕たち二人が主演する劇場美しい彼エターナルなんですが、はい、とりあえずまずはこの美しい彼とは何ぞやというのをちょっとね、こう説明していこうかなと思います。はい、キキラとキヨイという二人のキャラクターでいうと、うん、もともとシーズン1のドラマの時はまあ学校かね、高校から始まっていて、う、ね、うん、まあ、本当に友達もいない、もう底辺一人ぼっちの平和成というカメラがお友達に近い、ね、本当にそれぐらい一人ぼっちの底辺平和成と、うん、はい、もう圧倒的なねカリスマ性を持ったもう美しいという言葉をまんま体現してるようなスクールカーストの頂点にいる清井壮というこの二人がまあこう出会い、まあ学校とかね、いろんなこう環境とかいろんなところでこうちょっとずつこう交差していくとかね、出会うことで二人の関係がちょっとずつちょっとずつこういろんなもので巻き込まれつつこう動いていく、うん、まあもう本当にすごく雑に端的に説明するなら、うん、純愛物語です。純愛物語です。でもねシンプル、めっちゃわかりやすく言うなんね。まあ、でもなんかあれだよね、その環境の変化とか時間の経過とかでもやっぱりこう変わっていくし、まあお互いがこうね成長し合っていく物語でもあると思うんで、なんだろう、まあ、しかもねあのシーズン1シーズン2とあのドラマもやらせてもらってて、まあ、1話こう30分じゃないですか。すごく見やすいと思う。確かにそうだ、ね、ってかもうなんかシーズン1も結構すごく前じゃん、撮ってたのとか。そうね、そうね。あのシーズン2は今年の2月に放送されてたんですけど、うん、シーズン1はそのさらに1年ぐらい前か前なので、うん、まあ、撮影時期でいうと本当もう1年だから2年前ぐらい一番最初は2年前でいかないけど、でも1年半以上前かぐらいか、1年半ぐらい前か、うん、になるのかな。じゃあもう1年半経ったってことでしょ。そう。でもさ、1年半の割には濃すぎない？確かに。でも本当に今確かに振り返ると、うん、あのスタートの頃の平と清井の状態見たら本当、うん、劇場の美しい彼とかに関してもうなんか本当ありえないぐらい2人が進んでるというか本当だよね。なんかあの1話シーズン1の1話とか考えるとね、うん、こんな世界線があったんだっていうなんか、うん、それぐらいこうなんだろうな、動いていくというか。そうだね。そういうなんかでも自分でちょっと自分たちで説明するの恥ずかしくない、うん、なんかそうね、恥ずかしいしちょっとなんかぎこちないね。ぎこちなくなる、ね、ぎこちないよね。だいぶぎこちない。うん、だからとにかく見てもらった方が一番早いんじゃないかと、皆さんのお時間をいただいて。そうだね、うん、シーズン1先ほどちょっと言いましたけど、シーズン2は、ね、今年2月にやって、うん、そして本日劇場美しいからエターナルが公開されたわけですが、うん、はい、どうですかこう公開を迎えて。そうだね、でもやっぱ映画館とかにさ先行者のイベントの時にも思ったけど、子供の時によくした映画館とかにさ、やっぱこうポスターとかってなんていうのアクリルの越しにさ飾られてるじゃない、うん、
あそこにやっぱ、ね、自分たちがいるのを見るとシンプルにこうテンション上がる、うんうん、うわーすげーって思った。だからなんかすごいなんか俺はその時不思議な感覚だったね。なんかこううまく表現できないけど、うん、うん、でもシンプルにね嬉しいですよ。嬉しい、うん、いろんな方にね見ていただけて見たいってこう声があったからこそ実現したこの作品だと思うし、まあ、日本だけじゃなくてね、うん、そのいろんなアジア圏のその海外のね皆さんとか国境を越えてなんだろうファンになってくれてる人がたくさんいるから、なんか僕たちもまあ僕だけじゃなくてこうリクもね、うん、きっとすごい新鮮な気持ちがたくさんあると思う、うん、なんかどうだろうな、いろいろあるかもしれない。どうそのシーズン1が終わって、うん、まあ、こう続編ができるというのを聞いたのは実は結構前で、そうだね、去年のもう春過ぎ夏前とかには聞いていたので、うん、だそう考えると今日まですごい長かったようなやっとだって気持ちもあるし、うん、確かに今撮影してた時期から考えるとあっという間だなっていうのもあるし、確かに確かに、なんかすごくだから不思議な早いような遅いような長いようなみたいな、そんな感じかな。そうね、どうですか、なんか周りの反応とかあって。周りの反応はね、なんかファンタスティックスのメンバーの人とか見てくれてるの、うん、見てくれてる。あ、見てくれてんだ。ソータとかはさ、それこそリクとかも共通でね知り合いなんだけども、舞台俺がやった時にリクを見に来てくれた時にちょうどね、うん、あ、その時ケイトっていうパフォーマーの子もいて3人で見せたんだよね。3人で見せた、すごいことじゃない。なんか確かにね、それなんか僕としてはすごい嬉しいんですけども、なんかメンバーもすごい見てくれて、もうほんと頑張ってねとか、まあ撮影期間とかもね言ってくれたし、何よりこう社内のこうスタッフさんだったりとか、うんうん、こう今もこうやってさいろんな現場行かせてもらうけど、そこでのこうメイクさんだったりとかが確かにね言ってくれる。俺もあるな、なんかある現場でそのスタッフさんとかに、うん、美しい彼見てましたみたいなのをこう初日とかに行ってもらったりみたいなのは俺と一緒だ、結構あって、わあ、なんか本当にいろんな人に見てもらってるなっていうのは、うん、なんかもちろんその SNS とかのね、うん、本当にリアル視聴者の声もたくさんこう見てますけど、うん、なんかそういう自分の周りにいるね、うん、近い人たちのね、近い人たちもなんか本当に見てくれてんだなっていう、なんかすごいそういう意味で、うん、一番だからなんだろう、こう実感がね、うん、いろんなところから湧いてくるから。そうね、そうね、確かに。だからこうその人たちはリアルタイムで見てるからさ、ね、普通の視聴者の人たちと同じだから、結構熱量がさその時その時で新鮮じゃん、うん、だすごい言ってもらえると伝わるものがあるよね。そうだね、確かに。どんな風に見てもらいたいとかあります？どんな風に、でもなんだろう、シンプルに、まあ、1回目はシンプルに、うん、シンプルに見てもらいたいね。シンプルに物語にこう世界観にどっぷり使って楽しんでもらって、うん、見てもらいたいですし、ぜひ、ね、こう何度も見てもらえる方にもなんかこう一応ねこう、うん、楽しんでもらえるように我々結構こう撮影してたじゃないですか。撮影してたというか、こう細かいところまで実はこう、うん、まあ、劇中に出てくるこう備品だったり、うん、なんかこうやり取りだったりっていうのもなんかこう初見とね気づいてから、あ、こんなのあるんだみたいな、こう気づいてからだとまたより見方が変わったりするなんていうのもあるかなと思って、うん、ぜひね、こう何度も見ていただける方はそういうなんか細かいこだわりみたいなのも探しながら見ていただけると、うん、こう何度も何度も楽しんでもらえる作品なんじゃないかなと思っておりますね、はい、新しい発見があるよね。そうだね、はい、そう、劇場版ではですね、はい、まあ、ちょっとねあらすじの方をねこう皆さんにちょっと見たいなと思ってもらうようにお伝えしようと思うんですけどね、まずはこうシーズン1シーズン2のねこう続きというか、本当にこう付き合ってからも我々すれ違ってきたじゃないですか。そうですね、そうですね、うん、だからその終着点が見れるんじゃないかな、まず一つの形としての、うんうん、まあ、なんか一応こう付き合えることはできたけども、いろんなこうね二人のすれ違いが日常の中で多々あって、でそこからなんかまたこう環境の変化とかでも二人のねこう成長だったりとかもすごく見られるし、あとはなんか
ちょっとネタバレしちゃうと、ネタバレはあれよ、ネタバレはダメ、ネタバレは、うん、あのもう本当に、MBS ラジオのレジェンド浜村さんよりね、こうネタバレしたらもう一気によ、せっかくシーズン1からこうちょっとずつちょっとずつ進んできたのに、はい、うん、止め、そこをそこをやっぱ楽しみにしてらっしゃる方もたくさんたくさんいるはず、たくさんいるはずだよ。じゃあその浜村さんみたいに言っちゃダメか、落ちちゃダメか、ネタバレはちょっとネタバレはちょっと避けてほしいかな。そっか、じゃあ、まあ、最後のねそのシーンもね割とだいぶこだわってというかね、うん、そうよ、こうチームのこだわりが溢れてる、うん、溢れまくってる、こだわりからぜひ見てほしいとこであるけど、もあれ難しくない、あれをネタバレなしで言うって、あ難しいちょっとね、だからじゃあ言わせてもらうね、やめとこうやめとこうやめとこうやめとくやめとこうやめとくやめとこう、もうちょっとやめとこう、もうやめとこうやめとこうやめとこう、ぜひぜひあの皆さんにまずは見ていただきたいということだけお伝えしておきます。はい、そしていよいよ劇場版公開ということですね。一人でも多くの方にこの開きを愛していただけたら、本当に僕たち二人もスタッフ全員嬉しいです。そうですね。っていう、まあ、ここまでが、まあ、今回そのこのチーム美しい彼から課されたミッションというか、うん、はい、ちゃんと映画を宣伝しなさいと、宣伝しなさいと、告知しなさいと、ここまでがまあまあ、はい、ちょっとねなんか固くというかね、うん、結構真面目にここまでやらせてもらいましたけど、はい、もうこれで我々のミッションはクリアと言っても過言ではない。過言ではない。ここからはもうちょっとあの深夜ラジオらしく自由に、はい、自由にやっていきたいなと思ってるんで、フリーにね、もうここまでです、ここまででしょ、この真面目真面目モード一回 ね、ちょっとじゃ あの皆さん、ここからはねフランクにですねやっていきたいと思うんですけどもね、まずはねドラマシーズン2のエンディング主題歌と、このね美しいからエターナルの主題歌、モサオさんが歌う金木星をお聞きいただきたいと思います。それだけでください。改めまして、僕たちが主演する美しい彼の劇場版が全国公開中です。皆さんぜひ劇場に足を運んでみてくださいと、もう本当にこれで告知をしっかりしたところで、もうこっからもうちゃん、はい、あれです、あいきなりイヤホン吹っ飛ばしましたどうしたどうしたこっからはもう深夜ラジオにギアをチェンジしようかなと思います。うん、おお、だからもう声のトーンが全然違うじゃん。やっぱここまではちょっとどうしても言わなきゃいけない。これを言えって、もう、いろんな大人に、もう今ね、こう右側に大人がいっぱいいるんですよ。はい。右側にちゃんとこいつらはできんのかっていう。告知できんのか、こいつらは。今、バッチリ目が合ってます、プロデューサーと。バッチリ目が合ってたんですけども、こっからは、はい。自由というか、フリーにね。もうね、いけるんで、はい。ちょっと、どんどん。話していこうかなと思います。そう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 。まあ、とりあえずこのミュートレがこの美しいから劇場版公開スペシャルをね、うん、放送してるこれ MBS ラジオは、うん、まあ、大阪のね放送局なんですけど、はい、どうですか、なんか大阪の好きなところとか、はい、大阪の好きなところ、まあ、よく行くところとかなんかある？なんだろう、でもやっぱ基本ね大阪の人たちはテンション高くて、うん、ね、なんかどの店に行っても、うん、あとなんだろう、シンプルにこう気遣いがすごいしてもらえる、うん、だからなんか大阪来るとシンプルにこう楽しい、ね、どこのお店に行っても楽しいし、何よりご飯が美味しいからさ、うん、そうご飯屋さんとかめっちゃ行くね。俺はもうね大阪イコール USJ っていういや俺さ、もう認知の仕方かもしれない。行ったことある？あるよ、もちろん。俺ないの。ないの？一回もない。フライングダイナソー超楽しいよ。めっちゃ乗ってみたい。でそれこそさ、ハリーポッターやってるじゃん。今やっぱそう、今あの最近ハリーポッター見てまして、初見で。うん。初見かい。初見で。初見かい。俺一回行ったことあるんだけど、あのハリーポッターを見ずにハリーポッターのあそこ行ってるから、正直よく分かんなかったのよ。そっか。何がなんだか。うんうんうん。今もめっちゃ激アツだからハリーポッター見てて。今行くとまた違う。今一番行きたい。え、てかさ、なんならもう今日このまま行きたい。俺も行きたい。行きたい。え、行っていい USJ。行きたいとか思っちゃってる。え、マジで行きたいな。そうなんですよ。行く、行きたい。行こう。やべ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 。USJ のテンションになっちゃった。急にね、もうそっちのテンションだよね。そんな USJ テンションな大阪のからの、はい、このスペシャル番組を今日はお送りしていきます。はい。ではここで、ね、皆さんにもう一曲お届けしたいと思います。ドラマ、美しい彼シーズン2オープニングテーマ、ロス。声のミュートでは劇場版美しいからエターナル公開スペシャルです。
平和成役の萩原陸と清井壮役の僕八木優生の二人でこの後もお送りしていきたいと思います。まだまだ寝ないで聞いてね、みんな。さあ、めちゃくちゃ深夜に今ラジオをやってるわけなんですが、はい、深夜なんか寝る前にやることとかある？なんかそのいわゆるナイトルーティーン的な、なんかナイトルーティーンか。俺は気合を入れて寝る。なんだよそれ。ナイトルーティーン。よし寝るぞ。よし寝るぞっていうめちゃくちゃ意気込みをして寝ると、うん、なんかすぐ寝れる。あ、そう。俺結構気絶タイプだから、だからその寝落ちが多いのね。ほうほう。寝る準備をして、まあそのベッド行って、俺結構。YouTube とか見ながら寝るのよ。うん。寝るっていうか、横になりながら YouTube 見てたら。寝てたら気づいたら寝てたみたいな。気づいたら寝てた。とか、あと、結構多いのは、よくあるさ、ヒーリングミュージックみたいなのじゃん。うん。俺、水の音が好きだよね。チャラ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 みたいな。うん。だから、それを聞いて寝てる。いいんじゃない？トイレに。あ、そっち違う。トイレの中にいる。違う、違う、違う。でも一生、聞こえる多分水の音ちょろ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 。ああいうのね、なんかね、水の音プラスホワンシャーンみたいな、なんかそういうのない、あのそういう音流してくれる、たまにトイレ入る、いやだからかトイレだからベッドじゃないからさ、ちょ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 って流してくれるさ、あるあるよね、あるけどあれが欲しいってことでいいですか、ね、いやいやいらねえ、いらないいらない、はい、なるほどね。そう、いや優勢はだからトイレがナイトルーティーン、違う、ぜひぜひ気合を入れて寝ると、まあ、トイレで寝るというナイトルーティーンをやばいやつらじゃん。皆さんもぜひ試してみてください。いや、やめといた方がいい、絶対やめといた方がいいよ。またまた僕たちが主演する美しい回の楽曲をお聴きいただきましょう。はい、ロスでフォロー。そして今夜のミュートレは劇場版美しい回エターナル公開スペシャルです。皆さん寝落ちしてませんか？平和成役の萩原陸と清井壮役の僕八木優生の2人でお送りしています。はい、ここでガチャガチャターン。急だな。なんだよ。なんかね、僕のこの横にガチャガチャがあるんですよ、うん、いやめっちゃ気になってたけど、どうやらここで回していいみたいなんで、おガチャガチャタイム、ガチャガチャタイムしたいと思います。ゴー。おーすげえ音。さあ、来ました。何入ってるだろう。あ、ちゃんと入ってる。なんか入ってる、紙が入ってますね。何、よいしょ。なんだなんだ。じゃん。じゃん。これ口癖やで知ってる？これ口癖やで知ってる？これ口癖やで知ってる？って書いてあります。口癖。ああ、お互いのってことか。なるほどなるほど。ああ、そういうことか。お互いの口癖。あ、もう俺はね、リクのあるよ。口癖？うん。めちゃめちゃ言ってる口癖あるからね。気づいてないでしょ。何？そうね。で、シンプルに。これ俺映りました。映ったの？自分の口癖てか、メンバーに言われる、前にメンバーに言われたことがあって、ゆうせの口癖みたいな、そうねだった。俺も一緒じゃん。じゃあもうだから映ってるじゃん。俺映っちゃったの。そうねっていうの。りくも超言うからさ。確かに言ってるかもしれない。そうねずっと言って、 LINE とかでもそうねってすぐ確かに、よりそうねって言ってるかも。言ってるよこれ。あのマネージャーさんにも聞いたら分かると思うけど、多分めっちゃ言ってると思う。そうね、もうライン言ってるじゃん。なるほどね。はい。なんだ、ユウセの口癖他にある？そうね以外。そうね以外、うん、こういうとこ来ると、うん、でございますとか言っちゃうんですよ。あー、何々でございます、何々でございます。あー、なるほどね。確かに言うね。ユウセあれだよね、もうはいって言ってから喋るよね。あー言う、はいは言うね。はい、あい、もうテンプレだね。どう、はいって。あとリクはもうまだある。我々。我々ね。我々は確か言ってるかもしれない。我々さ、我々ね。でめっちゃ言う。言ってるね。意外と。うん。ある、ね。結構だからこういう美しい彼とかのこう一緒にやる取材とかさ、うん、そういうところで意外と出るよね。口癖は一番発揮されてるかもしれない。確かに確かに。こんなそうねーな我々、そうねーな2人が、はい、そんな、はい、そうねーな我々が主演する映画美しいから劇場版美しいからエターナル絶賛公開中でございます。はい、皆さんぜひお近くの劇場でご覧くださいね。 Emraj Music Treasures AM 1179 FM 90.6 Broadcasting from MBS Radio
さて、僕、八木優星は、ダンス&ボーカルグループ、ファンタスティックスというね。ファンタスティックス !Yes! ファンタスティックスというグループに所属しておりまして、お芝居以外の時は、ツアーなどで全国を回ったりしているんですが、ライブも見に来てくれたことがあるリクくん。一番好きな曲教えてください。俺でもやっぱすごく、うん、まあ、ライブでそう見た中で、やっぱなんか、やっぱかっけえなって思ってたのは、うん、カバーだと思うんだけど、やっぱチューチュートレインをがっつりこう見たときに、ファンタスティックスのチューチュートレインだけど、エグザイルさんのさ、うん、やっぱこう小さい頃から見てきたら、やっぱチューチュートレインで一番こう印象的で、なんかそれを優勢たちがこう、うん、自分らがやってるっていうのがすごい、なんかおお、やっぱなんかやっぱすげえってなる、このあそうテンション上がるマジで感じがあったね。そういうのなんかすっごい嬉しいな。てかリクもさ、それこそ SNS とかだけどさ、一緒にチューチュートレインやったの覚えてる？やったね、やらせてもらったね。やったよね。やった。あれ結構俺的に上がるんだよね。やっぱエグザイルトライブの方みんなあれできるんだっていう、なんかそのできるね。あれを見てすごいファミリー感とか、なんかその、なんかあれを感じて、そうだね、受け継いでる感あるよね。そう、DNA なのか分かんないけど、なんかそういうものを感じて、あら、かっけえな。あ、うっそ、嬉しい。ちょっとごめん、本当に曲名が出てこないんだけど、うん、なんていうんだ、なんかさ、言ってくれたら多分俺は分かる。なんかさ、ちょっとシティっぽい曲なんだよ。あ、ドライミークレイジーからかな。ドライミークレイジー。あー、そう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 。おまましたら、あれをね、ちょいちょい、だから最近 YouTube のね、うん、おすすめ出てくるの、あれが我々が出てくる、出てくるあなたへのおすすめって。え、マジ好きだな。でも多分感じ取ってくれてるね、その。そうね、 AI が優秀です。 AI 優秀ですね。ここで少し事実情報を皆さんにお伝えさせていただければなと思います。いい？どうぞ。いくよ。はい、僕たちファンタスティックスはですね、4月19日水曜日に、ニューシングルパノラマジェットをリリースさせていただきます。こちらはですね、ファンワンプロジェクトの集大成となる楽曲でして、爽快感もあり壮大感もあり、まさに集大成にぴったりな一曲になっています。そしてですね、僕たちファンタスティックスは現在ファンファンジャンプというツアーを絶賛全国各地回らせていただいています。また、6月からですね、ファンタスティックス初となる、アリーナライブもありますので、皆さんぜひぜひチェックしていただけると嬉しいです。もちろんリクは来てくれるかな。いいとも最後ちょっといいですか、僕のターンいただいても。リクのターン、なんかファンタスティックスの、まあ、こうお知らせだったり、ファンタスティックスタイムだったり。そうだね、僕も実はちょっと、あれ、音楽活動する？いいですか、僕もちょっと。え、なになに、聞かせて。私、玉置浩二さんのファンクラブに入っていまして。そうだ、そうだった。ファンクラブに入っていまして、まあもう熱狂的な、はい、熱狂的なもう玉置さんファンなんですけど、もう寝ても覚めてももうずっと、聞いてるんですよ、もう。それはね、俺が身に染みて分かってるから大丈夫よ。今日も、今日ってかもう大阪来る時だって、聞いてますからね、うん。そうだね。まあいつも聞いてるもんね。いつも聞いてます。なんかでもさ、分かるよ。良さもすごい分かるし、何よりさ、玉木さんに関してはさ、もう絶対にありえないことだけど、飽きるとかありえないよね。いや、もうちょっといいですか、もうね、何がいいかって、はい、まずはもう圧倒的な歌唱力でございます。それはもう間違いないです。これはもう本当に僕初めて聞いたのが17、8ぐらいの時かな。お、はいはい、これまたまた YouTube が勝手におすすめしてきたんですよ。AI がね。あなたへのおすすめ。おっと思って。なんかおすすめされたぞと思って聞いた時にもう衝撃的で、なんかその、うん、一番最初ってさ、何の曲聞いたの？ね、何だったっけ、一番最初聞いたのね、うん、何だろう、でもなんかアカペラテイストだった気がする。なんか、あ、そう、とにかくなんだこの人はと。まあ、そうだね、歌唱力に圧倒されるって、やっぱその結構もう玉置さんの声ほぼオンリーみたいな感じのが圧倒されるじゃない。わしづかみされるような感覚で、そっからもういっぱい調べて、いろんな曲をこう、ダーッと聴いてて、気づいたらもうファンクラブ入ってて。そっ、チェリーだったんだもん。そうです。で、なんかこう、オーケストラツアーみたいなのやってるんですよ。オーケストラの方を後ろに。すごいよね。それで歌うっていうのは、そのコンサート大好きでして、私。大好きでして。うん、まあ、曲もね、好きな曲とか、ああいうやしはキリがないんですけど、聴、まあ、いてほしいので言うと、うん、何かな、まあ、メロディーとか恋愛優先も結構聴いてくれたりだもん。
あと行かないでだ、行かないでも、ね、行かないで大好き、行かないでもすごい良くて、うん、なんだろうな、一番今あジャンクランドっていう曲もすごく、ジャンクランド好きで、うん、あれは、そう、田園ですね、あ、田園、あと玉木さん、玉木浩二さん単体と、まあ、安全地帯っていうこうバンドの方もあって、うんうんうん、そっちだとやっぱりあのそれこそ去年の紅白とかでもってさ、アイラビューから始めようって、うんうんうん、めっちゃいいっす、めっちゃいい、めっちゃいいっす、皆さん聞きましたか、もう何曲出てきてますけども、ぜひぜひ聞いてみてください、リクと同じ気持ちになれると思います。そしてこんな我々が主演してる劇場版、はい、美しがれたなるもぜひご覧ください。今夜のミュートレは劇場版美しいからエターナル公開記念スペシャルでした。イエーイ。楽しみいただけましたかね。皆さん寝てないですか。寝てないですか。トイレで寝てる方とかいませんか。あ、はい。ヤギスです。はい、皆さんこのね深い時間まで深いお付き合いをしてください。本当にありがとうございました。朝まで聞いてくれた皆さん、おはようございます。Good morning。グッモーニング。そして今からお休みの方はおやすみなさい。そしてこれから学校の方もお仕事の方は気をつけていってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。今日が皆さんにとって素敵な土曜日になりますように。そしてここまでのお相手は萩原陸と八木伊勢でした。劇場版美しいからエターナル。